壁障子博物館は、岩手県和賀郡西和賀町に所在する新州大谷派、本宮山緑障子の境内に設けられた博物館。貴重な民族資料その他を数多く収蔵、展示している。1969年に開設された。館長は、第14代住職で、元沢内村長、太田祖伝である。太田祖伝は命を守る村そして、 入児死亡率ゼロ達成や、医療費の無料化に踏み切った、深沢明雄村長の下で沢内村、教育長として、深沢村生を支え公認の村長として、村長を長く務めた。資料館は、第1第5の5つあり、国の重要有形民族文化財に指定された、丸木舟はじめ、またぎ関連資料、沢内周辺の積雪器用具その他、 信仰に関わる資料、民具、生活用具など民族資料一万数千点を展示する。生活用具の中で注目すべきものには、わらびの根や土地の実から澱粉を採取した道具がある。民間信仰、芸能に関する資料、密意や寄贈品、各種の小道具、軍隊品、貨幣、白岩焼き、時計、蓄音機、衣食住などの生活用具その他を展示している。 作りをそのまま活用した資料館である。農具、農機、バグ、漁具、台所用品、化石や、珍石タバコ、花巻人形のほか、伝統芸能や医療に関する民族資料を展示している。雪に関する書籍や日中友好に関する、品、写真パネル、外国の人形や、鳥獣の剥製などがあり、休憩所を兼ねている。 信仰対象としての山の神、山中の歩行の際の滑り止めである金冠時期、狩猟具としてのわらだ、やり、盾、熊取ばさみ、がばさみ、ひなわじゅうなどまたぎ関連資料486点の収蔵庫となっており、重要有形民族文化財の丸木舟も展示している。1992年にオープンした。積雪器用具収蔵庫となっており、 衣生活用具、食生活用具、重生活用具、生産制御用具、交通用具、運搬用具、娯楽、遊戯用具、進行儀礼用具、計1792点が、分類の上、収蔵、展示されている。法案殿も開放されており、そこには、大正天皇が着用した、海軍通常礼服、使用した、食器、愛用した葉巻タバコ大正天皇着母証券皇太号が自ら、 制作した真綿焼やき糸も展示されている。これは、兵器少子の段家の一人であった、小山田修芸蔵海軍中将が、明治、大正、昭和三代の自重部官庁を務めたことにより、大正天皇逝去の際に、皇室より可視されたものである。本堂には、大壁が社教が、インドやネパールの心臓、仏像など、仏教関連の資料があり、見学することができる。 ありがとうございます。